こうさんかっこいい、ありがとう。福ちゃんチョコポップ、カメさんレインボースター、さとこさんハート、こうさんかわいい、めっちゃきのこさんハート、クロさんロケットありがとう、おたけさんハートありがとう。今日はね、防寒第一、テーマは防寒第一で、ちょっとね前髪を止めておりました。ずっと今日これだったから、もうここ多分蒸されてるので、今日はお風呂でシャンプーしてニット帽も洗濯して綺麗にしなきゃ。ちなみに全然血なんではないけど、なんていうの、話変わるときところがどっこいなんだ違うな、うん、と急に話変わるんですけど、明日は17時5分から NHK 広島恋ラジ出演いたします。よかったらお便りの方お待ちしております。よくなくてもぜひ送ってください。テーマは自分が忍者に感じたエピソードです。にんにん2月22が今週木曜日なんあるんですけど、にんにんにんということで、自分が忍者のような思いをしたエピソードとか、例えば自動ドアが反応しないとか、そういうエピソードをぜひお便り送ってください。お願いします。こういう修行してますとか、ぜひお待ちしております。そう、難しいよね、にんにんにん。でもさ、もう恋ラジとかってもう何年もやってる番組じゃないですか。しかも毎週あるじゃん。お便りのテーマ考えるのもきっと大変なんだろうなって思って、多分ニャンニャンとか過去にやったことがあるから、どうにかこうにか絞り出したニンニンニンなのってなんだろうなとか思ったりして、ぜひ送ってください。ニシアンハート、マルさんクッキーありがとう、ハートもありがとう。小林達臣さんハートありがとう。内肌さんハート、しんちゃんさんクッキー、ロスコベア間違った、レスゴールペアドレスさんペンライト、カズノシンさん大好きチョコレートありがとう。振り替え太陽、電波がさ、今日 2,3 人だけ電波がものすごく悪い方がいらっしゃったんけど、多分画面が映らなかったら振り替えしてもらえるような気がするので、もしお手数おかけいたしますが、もしよろしければお問い合わせをしてみてください。お話し会の様子を確認した上で、誰でも彼でも OK ってわけだけど、多分確認を取った上でもしかするとなので、それ結構気がかりというか気になっていたので、もしよかったら今日ちょっと電波があって方いたら、後日に振り替えができるとは限らないんですけど、問い合わせてみてください。ありがとうございました。クックさんお疲れ、としひろさんクッキーありがとう、ニッシーハート、しんさんクッキー、そらすよかさんクッキー、ビーディーマンさんクッキー、マウナさんチョコポップ、いもけんぴさんクッキーありがとう、みつさんクッキーありがとう。お問い合わせしました。ああ早い、じゃあまた次回のオンラインの日とかにもしかするとまたお世話になるかもです。よろしくお願いします。今日パッちゃんの抱き枕カバーを予約してきました。ありがとう、声でかかった、ありがとう。パッちゃんだけですか、全メンバーとかじゃない、大丈夫、15人のメンバーと共に眠るとかじゃない、大丈夫、パーコだけですか。小林さんハート、黒さんクッキー、おみかんさんクッキーありがとう、ハラッシーさんチョコポップ、お断りです。レネさんクッキー、スカイホエールさんハート、カズキさんクッキー、パイナミさんクッキー、シオナさんハートありがとう。こんばんは、時の流れを恨んでます。
時の流れを恨むでない。これからはまたたくさんの思い出たちを作っていけばよろし。なんかさやごろくみたいな口調。型にはまればクッキーになる。こんばんは。私は毎朝朝起きたら X を開くんですけど、あの高尾さやかのツイートを楽しみにしております。今から晩ご飯。お、私は今日晩ご飯はね5時ぐらいに食べました。だから結構もうお腹空いております。ハラッシーさんかっこいい、ありがとう。でもお断りです。だけどもだけどもお断り。目白に会いました。今日なんかさ、外からお話し会来てくださった方みんなあったかそうだった。ポカポカお天気。パちゃんと同じ重さの枕が欲しい。恥ずかしい、測られちゃうじゃんみんなに。でも今ね、わしはね結構1年前と比べたら結構増えてますよ。食べるようにしてます。すぐ体調崩すようになっちゃったから、食事を3食取るようにしておるのでちょいと増え気味です。でもなぜか最近になってめっちゃ心配される。またなんかご飯我慢してるみたいな、ちゃんと食べなねってめっちゃ今日も言われて、でも去年とかの方が食べてなかったから今は普通にね朝昼晩って食べてるし、なんなら長崎旅行でもうびっくりするぐらい食べとるから不思議ですね。謎です。ラクさんお疲れありがとう。良平さんかわいいありがとう。ノクさんクッキー、秀休さんクッキー、イハクさん、313ハートありがとう。ハラッシーさんハートありがとう。ファンクラブグッズもゲットしてくれてありがとう。ありがとうございます。15時に晩ご飯、昼じゃん。そんなちょっと声量がバグってるかも。お話し会帰りで声量バグってるからうるさいかも。静かに。テキサスのロンスターさんバラありがとう。陣内さんアイスありがとう。そう、前までは本当に少なかったけど、今日ね、今日もお弁当黒弁でした。前回のオンラインの時サバだけなくて、サワラを初めて食べたけどやっぱねサバが好きやなって思ってたら、今日サバがあったからサバを食べました。美味しかったです。朝はおにぎりとヨーグルトです。昼は黒弁のサバです。夜はオムライス食べてるよ。帰ってきてから箱アイスを1個。あきもさんお断りです。ひろさん花束ありがとう。しんいちさんお疲れ。くらさんバラありがとう。うーたんハットたかしんさんクッキーありがとう。声もでもね自分の声が元々の声が分かんなくて、マネージャーさんに今日これをずっと持っとったよ。前の話し会も私こうやって話しとったけどさ、今日は服が黒いからみんなにバレてなんか持ってるみたいに言われて、前は白かったからバレなかったんですけど、今日めっちゃさみんなに何みたいな。でマネージャーさんもまだ喉痛いのって、まだ喉の声治らないのって言われたから、治ったんですよ、治ったんですけど一応予防です、喋りすぎちゃうからって言ったら、まだ枯れてる気がするって言われてさ、もう私自分の声がどんなだったか思い出せなくて、でも全然喉何も違和感はないです。元気いっぱいです。スマンテさんラブレターありがとう。カズノシンさん似合うありがとう。後であのねする、待ってるよ待ってるよ。箱アイスの中身を1個、1/6。おだしさんクッキーありがとう。
え、でも肌荒れがすごくって、まあ、今ちょっとショールームのフィルターがあるおかげでなんとかなってるんですけど、いや本当にね、またね、いやこことかちょっとショールーム越しでもわかるかな、皮膚科行かなきゃ本当に。花粉疑惑、ほっぺとか、ここの赤いのは多分チーク、ここはチークなんですけど、なんか朝とかブツ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 ってなってて恐怖です。そう、でも去年もこの時期ね肌弱めだったから、あ、思われにきび、そうかも。でも吹き出物って言うんだって、肌ち超えたら。だからみんな、これは吹き出物、それかアレルギー。そう、病院行かなきゃです。ね、フィルターすごいよねショールームって。化粧品、あの化粧水とかをさ買った方がいいのかなと思って、今日休憩時間にめっちゃ調べてて、でもさ最近ってその芸能人の CM 以外にも SNS のさフォロワーが多い人とかが PR とかで載せてるじゃん、ここのメーカーの化粧水良かったですよみたいな。だから本当のなんか PR とかじゃない口コミを見極めるの難しくてよく分かんなかったです。翔さん、ラブレターありがとう。うん、 PR も実際に使ってるから本当にいいんだろうけどね、もっとねいろんな人の意見見て買わないとね。もりもりさん、クッキー、翔さん、ラブレターありがとう、うーたんハートありがとう、三一さん、だるまありがとう、チャイナ、キョパセリはチャイナじゃなかったよ、チャイナ、マポスさん、かわいい、ありがとう、お疲れ様です、喉いたわろ、いたわりタイム。よしひろさん、クッキー、よみかわさん、クッキーありがとう、土方歳三さん、ロケットありがとう、チョコ、パセリはチョコはリネタンとアカリンさんとソルハさんからもらいました、以上。今日はチョコレート交換会してない、してないよ。そう、肌って人それぞれだから難しい。そうなんよ、もし乾燥肌の方がいたら私がレビューしますね。浜日比さん、ハートありがとうございます。え、また名前変えてるじゃん。いや、なんか浜田響ちゃんみたいな名前と思ったらまた名前変えてるじゃん。早くおさせりちゃんにしてください。メビウスさん、ハートありがとう。無印の発酵導入美容液、なんともうゲットしております。もうなくなりそう。前回ね帰省した時に買いました。へへへへへ、長崎で先月末とかに買ってもうなくなりそうです。発酵導入美容液、なんかね、導入美容液っていうのが化粧水を、化粧水の浸透を良くするみたいなやつらしいけどさ、分かんなくて、目に見えるわけじゃないからか分かんなくて、でも一応使ってます。今日も優しいパセリちゃんに癒されました。なんだと、さっき X のおすすめで違うメンバーとのレポ流れてきましたよ。なんか毎回流れてきます流れてきましたよ。またあれ、メビウスさん、おっさん、ハット、マリオ2さん、バラ、クロさん、かわいい、ありがとう、教授さん、かっこいい、ありがとう。影島ちゃんのレポが流れてきたんだよね。
びっくり。新一さん、まさかさん、復帰ありがとう。 SSS さん、トリプル S さん、 3S さん、ハート。新一さんお断りです。ノブーさん、クッキーありがとう。あー、 DD 晒し上げにしてしまったうわーうわー、お酒じゃなくてお酒、そうです、お酒です。お酒セリカと申します。こんばんは。今は加湿器で喉を潤そうとしています。ひろっちさん、クッキーありがとう。ディリッディリッ、そうだよ、勝手に流れてくるんだから。そう、全然パセリ推しじゃない人の投稿とか、今日はね、他のアイドルさんの現場行ったよみたいな、某メンバーのファンの方のなんかチェキ会みたいなの流れてきたりとか。マリオ2さん、ハートありがとう。パセタンは、パセタンスチスチですか。とっつぁん、クッキーありがとう。こちらこそお話しかありがとう。広島で会いましょうね。もう今週土日と広島お話しか。コウさん、お断り。え、わかる、猫耳もめっちゃ流れてくるね。今日は楽屋でサーヤンとオキさんが急に猫耳も踊り出して、私はただそれを見てためっちゃうまかったです。オキさん、トシさん、ラブレターありがとう。広島欠席です。はい、わかりました。また次回会える日をよろしくお願いします。いつもありがとうございます。いろんなところ来てくださって。パコ、猫ミーム、いや猫ミームのルールがわかんない。私が猫ミームを知ったのは、その猫ミームの動画を見る前に、なんか猫好きの方が猫ミーム、猫ミーム悲しいみたいな投稿してるのみたいな、なんだ猫ミームと思って調べて知ったんですよ。だから私の猫ミーム始め、猫ミームの入り口がその猫好きさんが悲しんでる投稿だったから、なんかそうこうやっても一緒に盛り上がっちゃってもいいのかっていう葛藤というか、本当に大丈夫なのかなっていうの、大丈夫なのかなっていうのをちょっと ね、そう思って、やっぱ入り口って大事よね。そうだね、なんか失敗談とか人生の経験談みたいなやつを猫に代弁させてるみたいな感じのが多い。ケンケン、お断りです。新一さん、バラありがとう。みんな今日は何をしていましたか。お話し会に来てくれた方はお話し会ありがとう。何して過ごしてた、土日、昨日今日何してましたか。ハリーポッターメガネのひげおじさん、だるま、ハート、マポスさん、チョコポップありがとう。仕事えらいよ。あ、和明さんの、え、今日さ、タムキチ出るやつ、今日田村のやつ、タムキチがなんか出てた。そうなの。え、磯貝さんも出るやつ今日って。ミッチーお疲れ、お断りです。お疲れ様。
離れからのお話し会。あ、今日も行ったお話し会で離れ行ってきましたって方ちらほら言いました。あ、アニメート、アニメートもありがとう。めいっ子にバスケ教えた。めっちゃ優しい。ミステリー小説。誕生日に振られました。振られたの？え？なんで？悲しい。悲しいわ。2月18日。え、2日前。でもお誕生日おめでとうだ。おめでとう。来年の誕生日に思い出さないように。もう曲から抹消です。パセリもお断りしてごめんねパセリもいつもお断りしちゃって。ねえ、ココハちゃんの声見に行きましたっていう感想もお話し会でちょこちょこ。初日見に行くんだとか、今度生誕見に行く、生誕外れたとか、ちょこちょこ。みんなさ、え、そう、アニメート行ってきたよ、パセリ出ませんってめっちゃ言われた。ランダム厳しいってみんな言ってた。ランダム、あ、パセもそうじゃん。そう、ちょっとパセもお披露目しようかな、アニメートさんのグッズ。ちょっと待ってね。はい、皆さんに、そう、アニメートさんと STU48 のコラボ企画が今、昨日から開催されているんですけど、5月25日に東京の池袋にてサイン会がありまして、そのサイン会に参加できる権利をかけて、そう、参加できる権利をかけてるわけじゃないけど、グッズを買うと2200円以上で応募できるよっていうイベントも同時に、グッズのコラボと同時に今やってまして、そのグッズ紹介をしたいと思います。そう、抽選なんです。そうです、そうなんですよ。まずこちら、パン、これパセリです。これパセリのアニメキャラクター。え、なんか首がかゆい。え、なんかできてる。新しいほくろよ。なんかプツって、かゆい。見せちゃった、みんなにかゆいところ。そして缶バッジ、とてもかわいい、とてもかわいいです。パセリ、おさきセリカって書いて。そしてですね、こちら、尾崎セリカさん、尾崎セリカさん缶バッジ、実写パセと二次元パセです。ちょっと反射しちゃうね。で、アクキーもあります。アクリルスタンドにもなるし、キーホルダーにもできますよのタイプで、こちらと実写と二次元パーコちゃんです。とても可愛いです。これ、このね、コンセプトがお風呂上がりなんですよね。だからメイクもみんないつもより薄メイクで、前髪も薄めでちょっと濡れた感じ、お風呂上がりのなんていうの、湿った感じっていう風にみんななってるので、なんか普段の生写真撮影ではなかなかしない髪型とメイクだったんですけど、そしてジェラピケを着ています。そう、ジェラピケ衣装です。そしてね、こちらね、じゃんじゃん、これめっちゃ可愛い、超可愛いです。反射しちゃう。これね、寝そべりパセリと、お座りパセリです。そう、この日はね、早朝に撮影した気がする。私は
人によってだったけど、この後にこの後に明日ユニバ行こうってなって、この日の次の日ユニバ行った気がします。あ、これ個人ファンクラブにあげたユニバデート動画の前の日です、これいや知らんがな、みんな知らんがなと思って聞いてるかもです。時系列的にはそんな感じです。資料さん、だるまありがとう、クッキーもありがとう、ヒロニャン、ハート、クワドリさん、レインボースター、ミックさん、カエデさん、クッキー、アキモさん、ノブロウさん、マポスさん、ハートありがとう、バラちゃんバラありがとう。そうそうなんですよ、まあ、ユニバに行くとなると、まあ、夜行バスでどんぶらこうどんぶらこうと行きます。うーたんバラありがとう、うーたん元気元気ありがとう。で今日なんかノーズシャドウが濃いのか前髪の影なのか、なんかここがなんかくぼんでるように見える。そうです、桃に乗ってどんぶらこです、川を下っていきます。今日はなんか口がうまく動かないです。何なんだろう、ここプツってできてる、プツちょっかゆい、ヨーマイクさんハートありがとう。何なんですかね、皮膚科行きます、お顔もだし、こことかやだ、皮膚科皮膚科、確かに服もあるかもね、お薬のとこ、アクスタ開けちゃおっかな。福ちゃん回復薬ありがとう、あとでオロナインを塗って明日また違うお薬ゲットしようかな、病院も行こう、えいえい、じゃん、おおいいですね、ピントが合いません、いいね、飾っちゃいますこれは。自分家にも飾りたいけど家族用にもゲットしようかな、あコメントが反射してるコメント反射パセリいいね、とても良いですね。こういうやつどうしてますか、みんな取っとくタイプですか、私は結構取っとくタイプだけどどこに置いたか忘れるタイプ、必要な時に見つけられないタイプ、あ、ピント確かにピント合ってますか、合わないね、パスが隠れたらいい、 いやどう見ても PR 舞台の本にピント合ってるよね、うん、どうですか、難しい、ピント合わせって難しい、買わなかったね、めっちゃ良いですね、缶バッジ、缶バッジはみんなどうしてますか、今日ファンの方に聞かれたの、缶バッジってどうやって使うのが正解ですかって言ったけど、どう使うのが正解ですか、なんかアニメキャラクターの缶バッジをバッグにいっぱいつけてる方とかよく街で見ますよね、ああいうのもいいよね、どうかな缶バッジ、そうニット帽をね、いいよねここに私がニット帽につけたらなんか自分のこと大好きちゃうになっちゃう、まあ、いいけど、あお話し会ね、あ確かに
バッグとかにいいね。いや、お話し会とかでつけるのいいと思います。推し面の数だけ、単推しの人はもう心に決めた人はパセリだけだよって言って、こうやってこの胸につけてたらいいし、推し面の数が俺の勲章さって人はこうやってここにいっぱいつけたらいいと思うし、ね、そうだよね。じゃーん、仕事一生終わらんで泣いてる。涙を拭きなさい、鼻水が出ちゃうから。手伝えたらいいけど、ここに今いるさ、ショールーム見てくれてるみんなで分担できたらいいのに。そういうシステムができたら残業だって減るっていうのに。こんばんは、お仕事お疲れ様です。今日お仕事中とかでもお話し会に来てくださった方もありがとうございました。あと休みの日なのに時間を作ってくださった方もありがとうございました。本当にありがとうございました。頑張って応援してくれてるみんな。誕生日の人がいたらさ祝ってくれるし、お仕事中の人がいたら頑張ってしてくれて優しい。ご飯食べる時間もないのかな、ずっと仕事ってことね。ご飯、こんばんは。体調も崩しちゃうよな、働きすぎてしまうと。パセお腹空いてるです、空いてるです。ます、うちは制作日、誰の、私ワイですか、ノーパセリ、ノーパセリノーライフ、もしやサチタンスチュッチュですか。やだよ、パセもお願いします。パーニャ、パーニャアイスが好き。バレバレ、急にさっきもやったかかったルーンが一気に敵になってしまったよ。寝る暇もない。無事に仕事終わって、頼れる人に頼れたらいいけど、身近な仕事仲間とか。パーニャ心読めないです。パーニャ心読めたらもう、私アーニャだったらもう絶対に闇散らかしてると思う。だってさ、お世辞とか全部わかるわけじゃんね。やだね、怖いね。アーニャ辛い思いをしてきたんだよ今まで。そういうところから始まります、あのアニメは。最初冒頭パーニャ、パーニャ、アイドルが好き。パーニャ、パーニャってなんかどっちかっていうとポニョに近いね。ポニョ、ポニョ、人間になる。私薬屋の独り言先週の分見てないや。見なきゃ。いや、うん、先週見たか。バツ、あ、2週分見てない。昨日と先週と昨日と見てない。2話溜まってる。イエーイ。バスツアーの日と昨日と。もうバスツアーから1週間だって。薬屋の独り言、難しい。私字幕つけないとさ、最初話が難しくて、それメンバーに言ったらなんか笑われた。え？みたいな、字幕？みたいな言われて。でもね、なんか言葉が今の時代とかじゃないし、世界観もなんか自分の
身近な世界観と違ったりして、名前とかもね、主人公マオマオとか難しくて、字幕大変助かります。マオマオシャオマオ。今日はね、あのソルハさんがチャイナ服だったから、どんなツイートがいいかなっていう話をちょっとしてて、なんかさ、アイドルあるある、チャイナ服を着た日のツイートあるある、好きになっちゃいなとかじゃないですか。ちょっとした親父ギャグみたいな、ちょっとかけてるやつあるじゃん。だからもうなんとかしちゃいなは、多分もう数々のアイドルがやってきてるし、多分さ、自分自身も過去に投稿したことがあるから、そう調べとっても中国語で「おわいに」とか、なんかそういう、でも「おわいに」とかもさ、アイドルチャイナ服ツイートあるあるじゃないですかね。なんか新しいチャイナ服ギャグないですか？好きになっちゃいなに変わる、いい、いいやつない？私もまたいつかチャイナ服を着るかもしれないから使おう。もっとパセリのこと見ちゃいな、もう全部そのなんとかしちゃいな系になっちゃう。そう、だから私が提案したのは、中華じゃないよソルハだよっていうのを提案したんですけど、多分ボツでしたね、使われてなかった。なんでそれにしたかっていうと、ソラハって書くと中華って読むじゃん、宇宙の中に花で中華って読めるから、中華じゃないよソラハだよを提案したんですけど、ちょっとダメだったみたいです。ふぅ、中華ちゃん、マヒナじゃない、確かになんかどっかで聞いたことあるなと思ったんよ。でもさ、 SKE さんの卒業生にありますよね、バナナじゃないよヨナナだよね。早く私もキャッチフレーズ可愛く可愛くしたい。いつになったら変わるんだ私のキャッチフレーズは。ずっともう4年間模索し続けて結局変わっておりません。ずっとずっとずっと、マヒナさんセーターの春夏秋冬のコール、え、何ちょっと見とこうやってて、どんなですか、気になる。町中華、中華食べたい、中華食べたい、餃子食べたいですね。餃子パーティーしない、みんなでね、ねしないか、みんな。三船さん、クッキーとチョコポップありがとう。藤岡猫にゃんさん、ハートありがとう、ありがとう。餃子パーティー、あのスーパーの冷凍コーナーの餃子を食べる、いっぱい食べ比べます。どこがおすすめですか、味の素ですか、日礼食品。水色魂さん、クッキーありがとう。春坊さん、クッキーありがとう。たまにキャッチフレーズ案を考えてるけど、いいのが浮かばない。え、考えてくれてたの、いや誰も考えてくれないなと思ったんよ、まさか考えてくれてた人がいたとは。ありがとう、しゅんちゃん、ハット、はるさん、クッキーありがとう、テトリス5さん、クッキーは、どこのやつが良いの、ストージのミニマロンさん、かわいい、ありがとう。餃子常備しています。常備してるの、最高じゃん。
いつもねスーパー行くたびに、あショールームとかで餃子パーティーしたら楽しそうと思って、しかも料理配信じゃないから、その何料理配信に現れるもっとこうしてくださいみたいなコメントもなく平和に終われそうな気がして、冷凍餃子なら、ね、マポスさんクッキーありがとう。うどん作るときに冷凍餃子入れます。水餃子的なことですか。手作り餃子できるかな。で前にショールームで餃子作りしたんですよ、パセリを使った餃子作り。その時は結構うまくいった方だと思います。ラビットでプロが認める冷凍餃子ランキングやってた。何が1位でしたか。調べたら出てくるかな。味付けで文句言う人いる。もうさこの世の中文句言う人だらけ。いいんだ、私が食べるんだからね。冷凍餃子ランキング、ランキング検索。私はポン酢か塩コショウじゃなかった、酢コショウ。ポン酢半分をポン酢半分を酢コショウ、あ柚子コショウもお願いします。でも私冷凍庫に柚子コショウ常備してます。親戚手作り柚子コショウ。冷凍柚子胡椒ってさいつまで期限いいんだろう。ずっとある。冷凍餃子ランキングだって。でもやっぱコメント欄にあったやつですね。さっき王将とか書いてあったけど、王将とか一くんお疲れありがとう。エジリンハートありがとう。ほうほうほう。あトップバリューもいいらしい。生姜の私も好き。あれないの最近。餃子の満州でやむ出てきた今。それも明日中華屋さん行く。私も行きたい。お願いします。出前で NHK 広島までお願いします。恋ラジの差し入れ。ラジオブースで餃子食べたらもうとんでもないことになりそう。私前に沖さんとのあのラジオで多分初めての二人仕事かな、岡山のね STU がやってたラジオがあって、そのゲストが私たち二人だったんだけど、キニラを使ったやつとか食べたんだけどね。そう大丈夫でした、匂いは。ラジオブースの中で餃子今餃子の気分。我慢。各地の餃子餃子有名どころどこが有名。宇都宮とかですか。浜松も有名だ。本当だ。こっち方面はないの、あんまり餃子の有名どころって。瀬戸内とか。私餃子も好きなんだよね。宮崎も餃子広島検索しよう。
餃子。神戸は味噌つける。そうなの？初めて知ったよ。食べたことないな。とにかく数食べるから業スーの冷凍の肉餃子、野菜餃子、エビ餃子。私さ気になってるやつ、なんか業務スーパーとかによくあるさ、あの大うまんどぅみたいなやつ気になってるんだけど、あれどうですか？大まんどぅみたいな、こりよく見えるやつ。これ誰か食べたことある人いたら食レポをお願いします。この前ゲーセンでご飯にのせる浜松餃子取ってきた。何それ、ゲーセンで。ごんべんさんアイスありがとう。鉄鍋餃子、あ確かに鉄鍋餃子とか一口餃子とか九州の方よく聞くかも、福岡とか。へー、ゆいちささん、クッキーありがとうございます。餃子、ダメだパセリ。自分も気になってた。気が合うね。パセ、これ去年からずっと食べたくてさずっと食べたいけど止まらなくなりそうで、ボリューミーそうだし。いつか、あ餃子フェスね、楽しかったよ餃子フェス。去年行ったやつ5月とかだったっけ。美味しかったです。マーシーお断りです。食べたの？どうだった？ボリューミー？僕も食べたいな、ハチミツ食べたいな。餃子フェスね行ったの私も。そう、あのね餃子フェスに行ってね、あこれ食べました。餃子フェスで見える、これ食べたよこれ食べた後に、これた食べた後に普通に店舗に行って餃子屋さん行って餃子食べました。これ結局ね足りなくなって結構大きかったです、ボリューミー。今年もあるのかな。最近広島いろんなフェスしてくれるから、牡蠣フェスも行きたかったです。お話し会の日あるから、もし時間に余裕ある方はぜひ。餃子餃子、そう私のお父さんの七並べネーム、なんて言うんですか、 SNS ネームが餃子定食さんだから、よりなんか意識しちゃう最近。ガチャガチャとか餃子見ると反応しちゃう。今日飯テロ配信だわ。眠たくなってきた急に私はね長崎にいた頃はやっぱリンガーハットでよく餃子食べてました。リンガーハットでなんか餃子を店舗でも食べるけどお持ち帰りとかして食べた。広島に来てからもねリンガーハットでテイクアウトして餃子食べたりとか、なんか餃子といったらやっぱ長崎ちゃんぽんリンガーハットみたいなとこある。やっぱね出身地が長崎だとそうなっちゃうのかもしれません。ガトーショコラさんクッキーありがとう。加湿器の湯気が餃子の湯気に見えてきた。もうそんなん、これがもう餃子に見えるじゃないですか。こんばんは、どうも。10時に終わる。やっぱさ、なんか今日さ9時5分ぐらいから始まったよね。まあでも10時に終わりますか。明日もラジオありますしね、喉を休めましょうね。
また明日会いましょうね。ホワとこかしらね。みんなもお疲れ様だから、明日からまた1週間始まるから、早めに、もう早くはないけど、お布団に入る準備をして、みんなもありがとう見てくれて。こんばんは。ルネさん、レインボースターのぶろうさん、ハート、マポスさん、梅じゃない、馬間違っちゃった、馬ガトーショコラさん、クッキークロさん、チョコポップ、トモッチさん、ハート、みかんさん、疲れと回復薬ありがとう間違っちゃった。え、今週天気悪いの最悪じゃん。え、さっちゃん、ハートありがとう。え、天気悪いんですか。え、嘘じゃん、ちょっと見てもいい？配信終わってから見たら多分忘れちゃう。え、雨なん。え、終わった、マジキー、本当？嘘って言って、嘘、はい、ありがとう、本当じゃん。え、今日も雨って書いてるよ、広島でしょ。え、広島今日雨って言ってる。あ、夜からってことか、本当やん。なんで？冬が終わる合図ですか？それならまあいいけど、せめてお話し会の日は晴れてほしいよね。みんなだってさ、雨降ってたら荷物増えちゃったりとか、会場も滑りやすくなっちゃうから、みんな怪我しちゃったりとかして危ないし、車がスリップしちゃうし。土日、土曜日は晴れのち曇りになってるよ今んとこね、多分。見方が難しいけど、日曜日は雨予報です。おう、ノー。明日も雨なん。なんで、やだ、なんでなんですか。ほい、降水確率 90%、 約 25mm の雨、局地的に激しい雨の可能性、湿度 79% だって。だって 25mm どんぐらい、結構ですか、もしかして。やだわー、雨だってえ、福フェスの日も雨そうだよね、広島から一緒に、雲と一緒に移動するもんね。じゃあお邪魔します、関東の皆さん、ごめんよ、雨雲を連れてっちゃう。あ、でも木曜日 6mm の雨、え、結構降るじゃん、 25mm そしたら。 25mm、 菜種つゆなんか美味しそう。平年より2週間ほど早い。せっかちさんなんだね。遊べる時間ないよ、当たり前にないよないですよ、もちろんそんな時間はないです。だから雨だろうとメンバーは正直関係なかったりするけど、ファンの皆さんがイベントの時に雨だとさ、荷物、傘とかも増えちゃうし、会場なんか嫌じゃない？タイルとかに足跡ついてるやつ、靴の裏の跡が雨で濡れた足跡ついてるのです、ね、なんか嫌なんですよ ね。電車も混みそうだし、しかも今日の話し会でもね、福フェスの日お仕事だから、お仕事終わったらダッシュで向かいますって方いたから、滑らないように来てください。
関東木金雪マーク、雪ほどほどにして。あの22は福フェスで東京いるけど、23広島で公演あるメンバーもいるんです。だから雪とか降っちゃうと大変よ。木曜からいきなり今冬になる。え、どうしてですか。やっぱり冬が好きってなったのかな。あれですかね、なんか禁酒するとか禁煙するみたいな感じで言うけど、やっぱ無理だったよって。そう、23しみそらの生誕祭夜公演。ああ、最後の抵抗。ああ、なんていうっけ、悪あがきみたいなやつ、退治される前に暴れちゃうやつ。ピー、積雪道具、あ、除雪道具片付けた。除雪道具また出さなきゃじゃないですか。関ヶ原に雪が降らなかったら帰ってくれ。関ヶ原、関ヶ原の住人たちの熱気でよろしくお願いします。しかも24、25がさ広島お話し会だから、あの広島に来るよってファンの方もきっとね、前乗りするよって方も、金曜日雪とかで新幹線とか飛行機影響あると困っちゃうね。無事に1週間が終わりますように。なんかいっぱい喋っちゃった。終わりましょう。喋りすぎちゃった、また嫌だよ。どうにか防寒対策しっかりして頑張りましょう、はあ、見てくれてありがとうございました。今日はオンラインお話し会でした。参加してくださった皆様、とても楽しい時間をありがとうございます。次回のオンライン3月3日ひな祭りの日なので、また何か服装考えておきたいと思います。ありがとう。リアルお話し会は今週末の土日です。広島であります。よろしくお願いします。じゃあ壇上読んで終わっちゃうよ。終わっちゃいな。いきます。13位おみかんさん、12位よしひろさん、11位かわだりさん、10位にしやん、9位としさん、8位わうわうさん、7位レネさん、6位ハラシーさん、5位マポスさん、4位ふくちゃん、3位カメさん、2位カズノシンさん、1位ゆうたくん、ありがとうございます。皆様ありがとうございました。この後お風呂頑張りたいと思います。なんか言いたいことあったよね今。メール取ってくださっている方、ぜひメール読んでください。あ、昼頃に送った長文はもうなんか今更恥ずかしくなってるから、その存在忘れてください。黒歴史送っちゃった、また久々に。だから夜送ったメールの方をぜひ、メール購読者の皆様ぜひ夜の方、昼の方はもう存在しないものですので、よろしくお願いします。気が向いたら返信してください。気が向かなかったらまたいつか気が向いただけに返信してください。ありがとうございました。ではまた明日、一日お疲れ様です。ありがとうございました。またねー。